はい、こちらです。アキラです。デビガンです。俺たち、ミッドナイト坊主です。今回は、トレーニング中に聞きたい曲参戦。僕たち、トレーニングをまあまあするわけじゃないですか。まあね。で、お宅の皆さんにもトレーニングするよって方いると思うんです。うん、そんな中で、トレーニング中に聞いたいった方がいいんじゃないかっていう曲3つを絞ってきたんで、はい、ぜひこれを参考にトレーニングに励んでください。はい、やっていきたいと思います。それでは、It's Tasting Time。いきます。じゃあ、雄大、お願いします。こちら、ネバーネバーサレンダー、限りあるモーメント、モーメント。おぉ、びっくり。おぉ、もうびっくり。何の話を。これはですね、まあ、ネバーネバーサレンダーに関してはもう、トレーニングの曲ですから。なるほど、トレーニング用に作られた曲なんで。そうだね、違います。ネバーネバーサレンダーっていうことでね、まあ絶対上げてやるぞっていう強い気持ちが出るんじゃないかな。なるほど。で、まあ、問題はここ2つです。下2つ、はい、鍵あるモーメントに関してはなんですけども、あの僕はね、結構なんていうの、ウェイトっていうよりかはどっちかというと自重系のトレーニングをやることが多いんですけども、あの、まあ、その中でね、まあ、ボックスジャンプっていう種目が、ね、あるんですよ。なんか階段とかでこうピョンと取ってピョン、こういうトレーニングが、ね、あるんですけれども、それをやるにあたってこの限られるモーメントのテンポがねぴったりなんですね。限りあるモーメン、命ごとささやいて。これがぴったりなんですよ。なるほど。だからこれである程度、あ、やばい、もう無理っていうところまでやって休憩してっていう感じで、あ、リズム取れるの強いな、っていう感じで。このモーメントに関してもそうなんだけど、モーメントはと僕の歩くスピードと全く一緒。お前の完全そうか。そう、俺の歩いてるスピードと全く一緒の、このテンポが。いや、自分に合ってる曲だった。だからランニングとかしててちょきつくなってちょ歩くじゃん、うん、でも本当はもっとゆっくりね、はきっつって言うから、もう歩ゆっくりできないんだけど、これ勝ってくるともうこのテンポで歩かなきゃいけない。なるほどね、いいじゃん、その方がいいよね。でもそう、これめちゃくちゃ俺の側面にぴったりだから、一回そのウォーキングとかする人もしかしてるかもしれない。そしてその後ワンチャン聞いてみたいな、モーメントに乗せて歩いたらテンポよくね。そう、結構ねいいと思う。一回やってみてほしい、ま、乱れないよな。そう、乱れない。曲があることで乱れないっていうのは結構ね重要だから。だからランニングとかする時もその自分 の, そのピッチに合ったテンポの曲とか聞くと、そのペース一人でもペースメーカーがいるみたいな感じになると思うから、ランニングをする人ももしかしたらそういう曲見つけるのもいいかもしれない。結構ペースメーカー的な役割で歌っていてるんだね。そう、なるほどね。ですね。ということで僕も最後でした。次、アキラ君お願いします。いきます。僕の曲はこちらです。キュートアイアンハート、ビヨンズ、ゴーウェス。あれあれで、あと1曲はあれですね、あれキュートのマッサラブルージーン。書いてないっす。おい、おい。なので、書きませんでした。またね。書きませんでした。書くと怒られちゃうんで。もうね、言ったら別にいいんじゃない。ちなみに、この Go West はもう、やめようって言ったんだよ。Go West も禁止出したよ。もう、さすがに殿堂入りだろうっていうことで、やめようよ。困ったらマッサラだし、で、Go West 禁止だよって言っても、書くんだな。ミニコやってる。つまり、まあね、何が言いたいかっていうと、あのですね、まあ、アイアンハートがいい曲なんですよ。はじゃあ何が言いたいかっていうと、宿題を忘れたら、いや、やることやってないんです。アイアンハートがいい曲なんですよ。これはほんと。駆け抜けろアイアンハート、熱く燃えろアイアンハートっていう歌詞があるじゃないですか。あります。そうですね。やっぱトレーニングといえば駆け抜けるし、熱く燃えなきゃできないんですよ。あ、それを、あのキュートの、なんていうのかな、賑やかな。うん、されど、なんていうのかな、サビのところとかも結構座ってさ、こう言って歌いながらね、やる。あ、その顔見てる。シーンがね、完全ピオノがアウトだろって顔してるから。流る、言ってみろ。いや、突然歌い出したり。なんか言ってみろ。もうノープランが丸めだよな。実質だって紹介1個だし。浅く伸ばそうとしてるな、こいつ。しかも、アイアンハートっていい曲なんですよ。トレーニング全然関係ない。あのね、じゃあいいっすか、言っても。どうぞ。僕トレーニングしないんですよ。それじゃん、だってトレーニングはしないし、ほとんど。ノープランじゃねえのか。まず曲聴かないし、トレーニングするとき、まあ、トレーニングするとき集中するから曲聴かないから。熱入ってきたね。そうそれがリアルだから。まあ、じゃあでも分かる。じゃあだとしたら向こうで言いよかったんですよ。
ああね、ないわって向こうに行くか考えてくるから、それが前もって俺トレーニングの時曲聴かないから俺いいわって向こうでよかった。あ、ね、無理しなくてよかった。あね。まあだからアイアンハートだけはね。ちなみにいいけど、うん、アイアンハートとマッスルブルージーンズは俺らが2年の時の冬連で流してます、うんうん、流しました。流してるです。以上です。いきます。私聞きたい曲はドン、B 元気なせばなるベリーズゴーボー、ボーロネバーゴナストップ、キュート嵐を起こすんだエキサイティングファイト。俺全部知らねえ。全部知らない。どれだろう、知ってそう。嵐を起こすんだエキサイティングファイトってなんかオリンピックのさ曲だよね。そう、いやわからんな。めっちゃいいです。嵐を起こすんだ。めちゃくちゃかっこいい。まあ一回出てきたね。こっち側だから。そう、あのね、かっこいい曲なんだけど、あの熱く燃える魂みたいなのが運動にちょうどいいのかなと思って、きつい曲とかこれがいいかもしれない。吉田沙保里の境地になってるというか。確かに吉田沙保里の境地だったら絶対取れねえな。なんだって余裕じゃんか。だからまあ嵐を起こすのエキサイティングファイトで応援ソングでもあるしね、元々が。ああ、なるほどね。だから運動、自分の負荷がかかってる時にこれを聞いて急に応援されてるって気持ちになるし、あ、そっちだ、イチャイチャすんな。映ってないとこだ、そうだよ。真剣にやってるじゃん。で、ネバーガナスト、これはね、知らないかなと思った、うん、これもでも、止まんなみたいな意味だ。まあね、多分そうだ、これ一緒だよね、ここはここはだ、ネバーガナスト、ネバーガナスト、止まんなみたいな、うん、お前諦めんなよみたいな感じだった。諦めんなってことだから、ね、で、ランニングとかしてるじゃんか、ランニングマシンとかで、その時にやっぱ、やめたいって思うじゃん、途中で。その時に、まあ、これ聞いてるとアプレアプレとか言ったの。鏡見てね、鏡でアプレアプレって寝落ちしてる人みたいになってんじゃん。止まっちゃダメだっつって、これの曲のおかげで今の体型をねキープできてるじゃないですか。だとしたらもっと聞いた方がいい。これ聞いても止まんなって言うだけだから、痩せろって言うじゃないから。ああ、そっか、そう、太んなって言うだから多分。どちらかというとね。まあ確かに意訳がひどいよ。太んなと痩せるはまた話違うもん。そうそうそう、痩せろって意味じゃなくてストップってその頻度の意味だから、太るなって言うだから、その走り続けて頑張ってねみたいな軽い意味だから、痩せろっていう曲を作ってほしいね。そしたら聞いて痩せるかもしれないけど、聞かないかもしれない、そうなったら。なんでだ、ね、次、米元気なせばなる、可愛くて明るい曲。でもこれはね、ふんわり聞いたことあるわ。あ、ほんと、ふんわり知ってる。ごめん、なるほど、ね、もっとと思った。ふんわり知ってるぐらい。ふんわり知ってる。あのね、可愛いんだけど応援されてる気持ちになるというか。へー、ビリーズでこの時の衣装もまたいいんだよね、スーパーヒーローみたいな。あ、青のところに黄色と赤のマントみたいな。この曲聴くとなんかスーパーヒーローに応援されてる気、自分がスーパーヒーローってわけじゃないけどスーパーヒーローに応援されてるからだ。だからまあ運動もトレーニングも頑張れるよねっていう、最近でも歌われてる、歌い継がれる曲、可愛くて盛り上がる曲の代表曲でもあるから、結構この曲好きって人も多分多いから、うんうん、この曲のファンの人もトレーニング中に聴いたらよりトレーニングに熱が入るんじゃないでしょうか。ということで私の参戦終わりたいと思います。ありがとうございました。3曲、 3×2 足す1。だいたいその明るい曲みたいなのがいいんじゃないかっていうのと、あとまあ雄大はスポーツやってる、ちゃんとスポーツやってるとこからしたらそのペースメーカー的役割みたいな、また僕とは違った視点の曲の選び方でこういうのもありかと思って、やっぱ結構走ったり泳いだりしてると頭の中で音楽流れてその音楽に合わせて泳いだりするじゃん。そうなると結構ゾーンだよな。そうそう、こっちの方が意外にいいのかもしれないと思って、だからまあでもこっちで元気出してこっちでペースメーカーみたいな、そういう役割分担もできるんじゃないかなと思いました、うん、あと秋野のね、これね一個評価してあげたいのはこのおー一個上出てるね。ここだけはね褒めてあげたいですよね。あー、やる気はあったんだね。そこは褒めましょう、うん、じゃあ見てるアキロ君。今回は終わりたいと思います。それではバイチュン。